お兄様、おはようです。ごめんなさい、日曜日なのに起こしてしまって。私、お兄様のぬくもりが恋しくて、ついついお布団の中に入ってしまいました。ご迷惑でしたか？お兄様大好きです。お兄様は日曜日の自由な時間をどうなされますか？家にずっと？そうですか。じゃあ私もそうしたいです。お兄様と一緒にいてもいいですか？やったー、お兄様、何かご要望がありましたら何なりと。ん？お耳のお掃除ですか？私でよければお手伝いさせてください。では膝枕をしますので、こちらに横になってもらえますか？はい、では失礼します。お兄様の頭が私の膝にずっしりきて、存在感のあるお顔を見てるとうっとりしてしまいます。さて、右耳からお掃除していきますので、あちら側を向いてください。それでは失礼します。もっと綺麗にできるように頑張りますね。どうでしょうか？気持ちいいですか？気に入っていただけて何よりです。では細かい耳垢を取り除くために息を吹きかけますね。次は反対側ですので、私の方を向いてくださいますか？
左耳もたっくさん耳垢を取りましょうね。失礼します。もう少し取ってからこちらも終わりにしましょうね。お兄様、私の見る限りではとても清潔なお耳になりましたよ。ではでは、最後に。いかがでしたか？私、お兄様とこのような時間を過ごせてとても嬉しいです。また今度、機会がありましたらお耳のお掃除させてくださいね。